それをもう少しそう人間ね。ありがとう。自分が綺麗に見えるとき、女は痛みなんか忘れるものよ。あ、その明かりをもう少し向こうに向けていただけね。ケイシー先生、皆さんとご一緒の部屋に入れてくださって本当に嬉しいわ。よくお分かりね、私が寂しがり屋だってこと。この部屋が気に入ってよかったですね。痛みの方はとても素晴らしいお薬をいただいたので、それで痛みなんか全然。結構です。レントゲンの結果、幸いに頭蓋骨折は認められませんでした。しかし背骨の写真を撮って調べてみたいことがあります。事実の追求、そんなものはどうだっていいんですわ先生。信頼してます。それでいいでしょ。全く理想的な患者ですよ。不思議なくらいにね。嬉しいわ。病歴が全然分かっていないんですがね。あら、そう、分かってなきゃいけません。困りますね。ちょっと待って、はしか、水ぼうそう、それからそう悪い風をこじらせて扁桃腺を取ったことがありますわ、ケイシー先生。それでおしまいよ。私みたいなのお医者様に縁がない人間って、そういうんじゃないこと。主治医は誰です？先生でしょ。かかりつけの医者ですよ。いらっしゃるでしょ。私がこんな事実を起こしたもんだから病気だと思ってるのね。とんでもないわ先生。私の生活はそんなに暇じゃありませんでしたわ。病気なんかしていられるほどね。主人がいなくなってからもずっとよ。いなくなったというと？神に召されたの。主人は飛行士で探検隊でしたわ。飛行機の事故で北極で死にました。2年ほど前ですわ。最後に会った時のことをよく思い出します。雲の中へぐんぐんと吸い込まれていったわ。なぜ再婚しないかと思いでしょうね。若い方たちが何にも通ってきましたわ。友達はよくこう言いますの。あなたまだ若いのよ、再婚なさいよって。でもダメ、こう言うんです。私の恋は終わったわって。でも悲しみが明ければ恋が戻るかもしれないわ。胸にある塊にはいつ気がつきましたか。ホフマン先生が見つけてカルテに書き入れています。それは彼の名前。あなたにだいぶ怒られたけど、どうして。ホフマン先生のことはどうでもいいでしょう。いつからああなってるんです。膨らんだ胸は美しいわ。年を取ってひなびた胸なんて考えても嫌よ。これ以上はダメよ。退院するまでしっかり贅肉がついちゃうわ。食事の量が大きくしませんこと。でもね、あんた、私あれがなくなっちゃってからは好きなだけ食べることにしたのよ。スタイルなんてどうだっていいよ。やれって。そうよ、あんたまだわからないの。そういえば母たちはそんな話してました。いかがですか、バーバーさん。外科のトレントン医師ですが。はじめまして。ずいぶん早いわ。まだ顔も直してませんの。ケイシー先生に言われて診察に来たんですがね。ご親切な方ね、ケイシー先生は。ご自分で来てくださればなおよろしいのに。何か伺うことが残ってたはずですのよ、私の背中のことで。いらっしゃるところを見ると悪くないのね。そのことですが、何も手当てをしないというのがご不満だそうですね、奥さん。そんなことございませんよ、先生。不満だなんてそんな失礼なこと。実は恐怖のしこりが気になるとケイシー先生が言ってました。すいません、これそこ置いてくださる。どうもありがとう。少し疲れました。失礼して休ませていただく。話をそらしちゃいけませんね、奥さん。もし病気があるとしたら、放っておいてはあなたのためになりませんよ。頼む。いいですか、何も起こることはないですよ。頼む。わかりましたよ、バーバーさん。お願い、この人にすぐ帰ってもらって。ですが、バーバーさん、看護師さん、この人とってもひどいこと言ったのよ。とても我慢できないわ。何そんなところに伝ってるのよ。私の主治医を呼んでちょうだいよ、すぐによ。ケイシー先生を呼んで。呼び止め、ウィルスさん。
ケイシー先生はあなたの主治医なんかじゃないよ。なんですって？何を言ってるんだ。私たちに主治医なんかいるもんか。ここにいるものはみんな清涼患者なんだからね。嘘だわ。そんなこと嘘よ。さあ落ち着いて静かにしてください。この人は今何て言ったと思って。ケイシー先生がここに入れてくださった私は寂しがり屋だからよ。聞いたかい、みんな。みんなを黙らせて静かにさせてちょうだい、お願い。そんなにこだけこっちに言えてくださいね。出てきた。わかりました。勝手なこと言わせないでよ。もうわかりましたか。どこにいらしたの。さあ奥さん静かにしてください。いいですか、ここは病室なんですからね。騒ぐ人出て行ってもらいましょうか。ありがとう先生、後で話しに行くよ。もうたくさん、私もこんなところにいたくありませんわ先生。個室に入れていただけません。あなたにはその必要はありません。ここにいるんですよ。そうしてくれとおっしゃるの。そうするより他はないからですよ。いろとおっしゃればいますわ先生の言葉なら。ありがとうとでも言いましょうか。先生、私いけない子でしたわ。そうですわ。事実はいつかしらわかるんですよ。怒ってらっしゃるの。私もおとなしくするって言ってますのよ。だから先生だけの患者にしておいて信頼できるのはケイシー先生だけなんですのよ。あなただっけ。あ、ちょっとお願い、車日陰をしてってちょうだい。私すぐ日に焼けるたちなの。そういえばエーゲ海ではものすごく気に焼けちゃったことがあるの。エーゲ海でギリシャの行ったことがあるんですか。主人の飛行機で行ったのよ。主人は国王陛下に一人で行きを許されたの。パルテノの告げでよ。あの女神のですか。うん。私たち国王の別荘に泊まって毎日エーゲ海で泳いだわ。ああ素晴らしかったわ。あなたの国は西洋文化の発祥の地ね。いや、私の生まれたのはその辺じゃないんですがね。バーバーさん、別なギリシャですよ。面白い方ね。恋の国ギリシャ。あ、そうだわ、あなた。お国の子はとっても情熱的なんですってね。あ、ギリシャ人は情熱的だなんて言いますがね。みんなってわけじゃないんですよ。バイロンはあそこに心のふるさとを見つけたの。そういえばケイシ先生はバイロン的なところがあると思わない？ああ、ギリシャ人だって言うんですか？え？そうよ、この私にとってはね、ギリシャという国の美しさそのものなの。